いや、私ね、これでボディービルのね、大会に見に行ったんですよ。はいはいはい、はい。それは日本ボディービル選手権大会つって言って、うん、日本で一番でかい、うん、もうトップの大会なの。うん、へ、これ年に一回あって、ここで日本一が決まるって、ミスター日本みたいな。あ、決まる大会でさ。うんうん、で、さ、どこでやるのそれ。メルパルクホール。おい。行ったら2008年の。M1 準決勝の場所じゃないか。準決勝の場所だって5年ぶり来たなっつって。メルパルクホールであんなローション塗ったボディービルダーたちが筋肉見してんの、うん、いや、そうよ。俺らだから準決で滑ったんじゃないか。いやいや。ローション塗ったら、ローションもね、禁止なんだって。へ、今ね、オイルとか。へ、メルパルクホール行ってさ、うん、したらもう入り口もういるのよ。客もみんなボディービルダー。ほんまさ、結構もう肌寒い、夜だったんだけど肌寒いじゃない。もう会場入ったらもうこんなもう、こんな、タンクトップのさ、日焼けした男たちがさ、なんかピッチピチのキャップが振った男たちが。わかる。ちっちゃ、浅めのね。浅めのさ、ピッチピチのキャップが振った。こんなやって、なんか、今年は誰が優勝しますかね。いやー、鈴木さんがね、仕上がってるらしいですよ、みたいな話してて。それもう M1 の準決勝と同じ話じゃ、うん、仕上がってるらしいですよ。まさに、ほいで、売店も出てんの、なんか、販売も出てんだけど、うん、販売してるものが全部プロテインね。へぇー。プロテインやら、ボディービルのパンツやらを、ホールでさ、だから、ボディービル見て、熱くなって、もっと筋肉鍛えなきゃと思った人に、直売れるように。すぐ売れるように。へぇー。でも、申し訳ないよ。これは本当に申し訳ないけど、すごく、どういう言い方したらいいだろう。筋肉。女性の巨乳と男の筋肉って、やっぱりその、賢く見えないですよね。ああ、そうね。不思議と。うん。だから、その飛行が、もうパンパン、客席も。客席もパンパン。そのいろんな意味でパンパン。いろんな意味でパンパン。パンパップされてる。パンパップ会場が。お前がする必要ねえだろっていうね、パンパップ。お客さん。私もさ、両隣にボディービルで挟まれちゃった。ギチギチよ。2時間ギチギチで。そういう状況に行くとさ、お前も今ジムで鍛えてるじゃない。うんうんうん、したらさ、うん、なんつうの、負けてらんないって気持ちあるわけ。やっぱね、それ見終わった後、もうすぐトレーニングしたいと。へー。全然ダメだ、ガリガリだなっていうね。そうなの？うん。で、ね、そのトレーニングしてない人が、その筋肉の人を見たらね、うん、マッスルを見たらさ、マッスルマンを。うん、そんなにさ、凄さっていうのはわかんないじゃないですか。うんうん、で、私のトレーニングしてるから、あそこまで行くのが、どんだけきついかと。はいはいはい。もうほんときついトレーニングとかだと、もうトレーニング中に失神したりするらしいんだよね。筋肉を見せるために。筋肉、やっぱり血圧が上がるから力を入れると。そのままブラックアウトというかさ、怖いわ。だから危ないんだね。こう。いや、そうそうそう。重量上げみたいな。だからちゃんとぐらいまで高重量上げるときはもうサポートしてないとさ。高重量っていうのも専門用語に聞こえる。高重量。でもお前も、この間漫才楽しい単独ライブやったけど、うん、背中に叩く力がもう変わってきてるからな、お前、筋トレしてるから。若林さんも背中を叩く力が。なんか肩、左肩痛えなと思ったら、叩かれてるからだったんだから。うん、あと、この間名古屋の番組で、お前が暴れんの取り押さえるみたいなミニコントしてるときに、普通に吹っ飛んだからな、お前。力が強くなってることも加味してバラエティやんないと困るよ、お前。そうだね。若林さん知ってるからいいけどね、知らない人が私と絡んだ時にね。お前そのうちあれやるぞ、クイズ番組で、ピンポンのボタン押したら机壊すってやつ。バキバキバキ気をつけないっけな。まあまあ行ってさ、でも客席のボディービルダーの人ばっかりでね。そうそうそう。で、私が教えてもらって鈴木さんっていう、はいはいはい、ね、鈴木選手っていうのが、もう日本のチャンピオンでも3連覇してるんですよ。へ、で、今回も出てて4連覇かかった試合なの。うんうん、で、まあ、それを応援しに行ったんだけど。うんうんうん、で、出てる人も、うん、私、ね、DVD を去年のやつとか、うんうん、大会のドキュメンタリーの DVD とか見ていってるから、うんうん、この選手はこういう練習してるとか、もう物語がさ、わかる状況だから、もう、すごいのよ。すごい世界だ。ただ、まあ、ただこう、ただ体見せるだけってあれだけど、うん、もう体がもう、ね、どんだけ一年間やってきたのかっていうの、体見せたけど全部こうバレちゃうというかさ。でもさ、そう考えたら、ボディービルももちろん、こう、外の人間からすると不思議な世界だけど、うん、美魔女とかが、うん、
あの美魔女熟女コンテストみたいので、うん、優勝してなんか花束もらってバカみたいに泣いたりしてんじゃない、うん、ああいうのもそういうことなんだろうな。どこまでストイックなことしないと若く見えないかみたいなことなんだろうな、うん、そうよ、うん、分からんもんじゃない。分からんもんだね、距離がねちょっと遠いと、うんうん、そんなんで行ってさ、うん、もうメルパルクホールだから1500人ぐらい入る箱なんだけど、うん、満席ね、うん、ボディービルダーたちで満席でも中には若い女の子がいるのよ。20代ぐらいの、多分そのボディービルを見るファンなんだろうね。若い女の子2人とかがいたりとかして、誰かの知り合いとかいうわけでもないような、でももちろん知り合いの人がね、ほとんどいるけど、だからこうやってて、こう、なんとかさんとか、加藤さんとか、6番とか、何6番って。番号つけてるみんな。みんなのブーメランパンツのもう細いやつ履いてさ、もう日焼けして、もう、ガッチガチ出てきて、もう出てくるだけで、本当に、ね、うん、ゴーさーんとか、6番とかしてこう、手を挙げたりする。すまねえ。何、ね、6番ってことは、うん、あんま知らない人を呼んで。知らない人も。筋肉がすごいから呼ぶわけ。で、人気あるボディービルダー、ビルダーの人もいたりとかやっぱするわけ。なんでビルダーって言い直してんだよ、お前。ビルダーね、やっぱり決勝進出常連だったりとかする人もいて、ファンが、普通にファンがいる人とか、その人が一緒に、あの、ジムで、あの、トレーニングしてるジム仲間の人とかいたりとかして、もう満席なんで、その、日本選手権ですか、日本で一番の大会だから、各地区の大会で1位になった人が出てる大会なの。福岡とか埼玉とか、ね。その人たちでも決勝の12、まあ12人なんだけど、決勝に残れないぐらいの感じで、最初こう出てくるじゃん、審査。ステージがありますよ、うん、ステージに台があるのね、うんうんうん、ステージいっぱいいっぱいぐらいの、うんうんうん、台があってみんなこう一人一人こう出てきて、うんうん、で台の上に乗って、うんうん、まあ、まあ24人とか乗って、うんうん、みんなそれぞれ司会の男の人がいて、うんうん、あのその人がポーズを言うのよ、うんうん、フロントダブルバイセプスとか言ったらなになに、あ、指定されたポーズをやるんだ。そうそう、基本ポーズってなって、まずこうやってやって、みんなフロントリラックスってって、こうやってさ、うん、こうやって立ってんの。あ、これ前のまさに春日の立ち方。そう、春日の立ち方、こう、うん、腕をこう前に出して、こうやってね。うんうん、そっから。それなんていう名前なの？フロントリラックスっていう。お前の漫才の立ち方って、うん、フロントリラックスだったの、ね、フロントリラックス。お前何漫才中にリラックスしてんの？フロントリラックスしてんじゃねえよ。だからポージングしてない時はみんなこういう体勢で立ってんの。フロントリラックスって。で、もうみんなもパンパンにパンパンされてさ、あの、舞台裏も行かしてもらったのよ。うん。ね。したらもうそこでみんなチューブとかで、うん、あ、そうか、パンプアップしてるから。パンプアップして、腕立てとかでパンプアップして、はいはい、もうガチガチの一番いい状態で。やっぱそれ違うもんね。違う。日焼けももう真っ黒ですよ。日焼けした方が、あの筋肉のこのね、陰影が分かるの、うん、ボコボコが。そういう意味で、日焼けしてんだ、うん。だから中にはちょっとね、日焼けが弱い人がいた。それもちょっと限定の対象になったり。うん、え、そうなんだ。そのね、あの、フィギュアみたいな感じでさ、うんうんうん、やっぱ、こう、ポージングして、その美しさ、うん、まあ、なんか、なんかあるね、うんうんうん、カットとかね、うん、その、バルクとか。何それ、バルク？あの、筋肉のデカさですよ。はぁ。カットしたら、こう、筋がこう、いっぱい入ってるとかね。へぇー。いろいろ、で、その、バランスがいいとか、全身の、いろいろ見るポイント、背中が広いとかさ、いろいろあるらしくてさ、うんうん、それをそれぞれの人が自分の得意分野があったりするわけですよ。うん、背中が得意な人とか。そういえば、オードリーのスケジュール帳に書いてあったの、うん、それだな、うん、何月何日、うん、春日さん、うん、ボディービル鑑賞って書いてある。まさにそれ。うん、それだ。それそれ。で、これで、じゃあ、お前もそう、もう結構覚えてんね、ボ、いや、そうよ。ボルト。バルク。バルク。ボルト、バルク。バルク。筋肉のね、うんうん、でかさ。で、その司会の人がね、一つ一つポージング言ってくるわけですよ。うん、サイドチェスト。とか言ったらみんなこうやって、ああそれがサイドチェスト。こう横にこうやるやつ。はいはいはい。で、これでこう、それもよく見る、ね、前にいる審査員とこうアピールするわけです。はいはい、はい。で、ひとしきに7ポーズぐらいあるのかな。うん。それが終わったら、一、うん、回その台から降りて後ろに、クロントリラックス、するわけですよ。うんうん、したら、うん、その、ね、審査員の人が、司会の人をこう、ちょっとちょちょって呼んで、うん。司会の人は左端ぐらいにいるんだけど、うんうん、その人はマッチョなの？司会の人は、あの、マッチョ。その人も。その人もマッチョ。ステージ上にいる人全員マッチョ。うん、審査員もマッチョ、全員マッチョ、うん、女の人も全員マッチョ、うん、で状況で客席もマッチョ、メルクパルコホール全員マッチョ、なんか運べよ結
構なもの運べるで、その人数だったら。家一軒ぐらい行ける、多分ね。みんなで頑張れば。うんうん、でね、ちょちょちょって呼んで、うん、で、なんかメモを渡してんだよ。うん、何かなと思ったら、その、ね、司会の人が番号言うの。うん、何番、はいはい、?15 番、20番、はいはい、6番、はいはい、あの、前出てきなさい、はいはい。呼ばれた人が前出てきて、うん、またその、フロントダブルバイセップスとか、また同じことをやるわけよ。はいはいはい、で、聞いたら、ね、その、ね、横にね、その、ボディービルの私がお世話になってる人が、うん、まあ、座ってて、説明をいろいろしてもらいながら、見てたのね、うんうん。で、聞いたら、うん、そこで呼ばれた人が、最初に番号を呼ばれて前に出てきた人がもう1位、2位、3位のどれかな。うん、そんで、その3人を見比べて、1位の人誰なのか、誰なのかって。最後のね。そうそうそう。そうん、で、じゃあ15番残って、その20番はけて、うん、まあ、3番の人入ってくださいって言ったら、またこう見比べて、どんどんこう入れ替わってこう。うわ、で、その全員がはけて、うん、また全然別の番号の人呼ばれたら、それが4、5、6位だったりとか。なるほどね。するらしい。で、上から順にこう、ね、うん、グループでこう決めていって、うんうんうん、もうやるらしいんですよ。うんうん、でさ、うん、もう歓声がもう、切れてるとかやっぱり。切れてる、ね。あるわけよ。よく聞くよ、ね。ナンバーンとか言って。で、中には、ジュラシックとかさ。ジュラシック、うん。あの、ニックネームがついてるグループからさ。ジュラシック木澤さんって我々のさ、中華の番組の人も出てて、決勝出ててさ、ね、ジャガーとかすごい呼ばれたりとか。そう、ジャガー横田じゃないです。横田じゃないですよ。ジャガーってニックネームの人、うん。で、私ね。ビックスモールンじゃない。ビックスモールンじゃないですよ。うん、ジャガーじゃない。ジャガーじゃない。うん、私の隣でね、うん、その、キャメラマンの人がいて、動画をこう、カメラマンね。うん、回してくれてんだけど、うん、その人もボディービルが好きだから、うん、私に話聞いて、聞いてんのどうですか春日さん、うんうん、いやすごいですね緊張感がね、うんうん、まあ、話しながらです。その人もボディービル好きだから、うん、こううずうずすんだろうね。撮りながらジャラシーって叫ぶのよ。私が話してる途中よ、あの緊張感。ジャラシーどうぞつって。え、そのカメラマンもマッチョなんですか。マッチョのね。マッチョのおじさんで、叫ぶカメラマンと一緒にインタビュー受けながら私見ててさ。いや、すごいですよ。それでまあね、なんだか優勝ね、決まってくるんだけど、フリーの演技みたいなのあるの。その予選の基本だから、フィギュアみたいに、あの、だから規定演技みたいなのがあって、その後、フリーの演技っていうのがあった。へぇ、2本やるんだ、じゃあ。2本、うんうん。で、決勝に残った人だけ12人だよ。で、全部で41人ぐらい出てんだけど、うんうん、減らしてやって12人。その人たちだけが、うん、そのフリーの演技ができるんだけど、うん、それが、1分間、うん、自分の好きな音楽に乗せて、うん、ポージングできるっていう。へー、うん。だから41人全員用意してんだけど、できないで帰る人もいるわけですよ。うんうんうん、ね、うん、で、1分間どんな感じなのかなって言ったら、うん、まあ、一人一人ね、うん、中央から出てくるんだけど、うんうんうん、スモークがブワーッとたかれてて、うんうん、後ろからこう光当てる中さ、うん、自分の体が影になるみたいなあるじゃん、うん、マッチの音がバーッと出てきてさ、うん、あのクラシックみたいなこう流れてさ、うんうん、こうポージングするのよ、クラシックとか、うん、まあ、女子の人もね、中にはロックをかける人とかいたりもして、ロックだとちょっとこのポージングがこう早いというかさ、とかね、そうだね。で、この大会の時はいなかったんだけど、中には演歌をかける人とかいるんだ、そう。アニメをかける人とかいるらしいんだけど、大概滑るらしいのよ。そういうことじゃないよと。そういうことじゃないよ、つって。んで、私もね、うん、もうゆくゆくその体をね、うん、こう作ってきたら、やっぱちょっとやっぱ大会出たいなって見てて思ってさ。やっぱそう思ってくるもんなんだね。思ってきますよ。うんうんうん、んで、自分の時はどうしようかなっていろいろ考えてさ、うん、曲は何がいいだろうかっつって、うん、まあ、曲はでもやっぱシャングリラかなっつって。電気グルーブ。電気グルーブね。で、ポージングが何やってもいいわけですよ。うんうん、言って、まあ、禁止の、なんか、ケツを見せるとかダメらしいんだけど。ああ、それはダメでしょうね。その、ビキニを、こう、引っ張るとか。それはダメだろうね。ダメらしいんだけど。そこで、切れてるって言われてもね。いや、そうだね。何がだって話だよ、ね。何をしようかな、つってさ、うんうん。やっぱ自分のね、トゥースとか。ああ、それ大丈夫なの？それさっきなんか大概滑るって言ってたけど。うん、いや、多分大丈夫でしょ。ああ、うん、自分の持ちネタ。トゥースってやったらこの腕の筋肉をね。いや、それこそあれかければいいじゃない、その浅草キッド、ビトだけしたら。ビトさんの。ああ、はい、どっちくなか、見せのって。フロントダブルパイプ。フロントリア。絶対滑るだろ。
コマ熱とかしながら。コマ熱とかしながらね。コマ熱しながら太ももの筋肉見せたりとかしながらね。うん、絶対滑るでしょうよ。ビタースイートサンバもダメかな。てでて、てててて、サイドチェスト。てててて、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 うん背中を、うんあ、いいね。もう言っちゃえばいいね、最後に。オードリーのオールナイトニッポン。あ、それもいいかもしれないです、ね。それぐらいでも多分フリーだから、やっていいのよ。なるほどね。いや、それすごかったですよ。いや、不思議な世界だな。うん、いや、それ、だから、うん、やっぱり自分で実感するからは、うん、見てる方も、うん、どのぐらいの努力が必要とか、うん、どのぐらい苦しいことなんかわかるから。わかるのよ。やっぱ優勝した人はやっぱ一番。一番。で、鈴木さんが4連覇したからね。あ、そう。お前はさ、周りがこう6番、ジュラシックとか叫んでんじゃん。うん、お前もなんつうの、一言ぐらい喋、叫ばなかったの。叫びまではいかなかったけどね。え、じゃあなんか発したの、声を。うん。それは誰の時になんですか？やっぱ鈴木さんに教わってるから。うん。鈴木さん。やっぱね、いけないよ。あ、それはまだ、マッチョじゃないからだな。ガリガリのやつが言ってる。鈴木さん。